生児リサは、東京都出身の女優、元、女性フィギュアスケート選手。2010、2011、ISU ジュニアグランプリ SBC 杯優勝。第79回全日本フィギュアスケート選手権、第5位。2011年世界ジュニアフィギュアスケート選手権5位。2019年3月、大学卒業と共に引退後、同年放送のテレビドラマ、羊。 西園寺の名水理にで女優デビュー。整形小学校、整形中学校卒業、駒場学園高等学校卒業、慶応義塾大学総合政策学部卒業、USA 無所属。小学校受験のため、当時通っていた幼児教室の近くにスケートクラブがあったことが、きっかけで整形小学校に入学が決まった6歳の時にスケートを始めた。趣味は、 社交ダンス、パズル、ナンプレ、手芸であり、血液型は A 型。憧れのスケーターは荒川静香。一つ一つの技がダイナミックなところと、しなやかな動きが綺麗で好きだという。2010、2011シーズン、ISU ジュニアグランプリに同シリーズ初出場。ショート、フリーともにトップとなり、合計149.39点で優勝した。また、 同年12月に行われた全日本選手権にも初出場。5位入賞と高成績を残し、新人賞を受賞する。その結果、世界ジュニア選手権の日本代表として選ばれ、5位入賞を果たした。2011、2012シーズン、JGP タリンハイとブリスベン大会で共に銀メダルを獲得し、2年連続でのファイナル出場を果たした。 しかしグランプリファイナルではフリーでのミスが響き6位に終わった。続く全日本ジュニア選手権では3位、全日本選手権では7位に入り、世界ジュニア選手権への出場権を獲得。翌月のインスブルックユースオリンピックでは6位となった。世界ジュニア選手権は、試合2週間前に右足の甲を怪我して歩くことすら辛い状態になり、 フリーのジャンプを簡単なものに変えて臨んだものの結果は20位であった。ありがとうございます。